テインセインは、ミャンマーの政治家、同国大統領、連邦団結発展党党首を歴任した。軍事政権内での序列は4位であった。同国首相などを歴任。就任時の階級は中将、後に、政党決闘前に軍籍を離れる。民族的には過人であり、中国語名は当政。オバマと会談するセイン貧しい家庭の出身であり、18歳で軍士官学校に入った。 他の軍公官とは違い、利権や汚職などのスキャンダルに見舞われず、国民にはクリーンなイメージを持たれているとされる。まだ野心がなく、上官の命令に逆らうことはない管理タイプとも評されている。このため、端主への信頼が厚く、忠実な部下、典型的なイエスマンとも評される。他、端主への後に大統領として指名されたのは、端主へ自身が引退後に、 自らの安全も考慮した結果灯される。軍出身ではあるが基盤がなく、このため大統領就任前には、シュへの移行に沿った政権運営がなされるとの指摘もあった。しかし、就任後はアウンサンスーチーの政治活動を容認するなど、民主化に一定の寄与していることも事実であり、シュへが保守派と言われるのに対し、定員制員は改革派と称されることもある。 朝日新聞とのインタビューでは民主化の必要性を認識した上で民生移管に向けて道路や教育施設といったインフラストラクチャーや法制度を軍政下で整備してきたと述べた。任期中、パンシュエ前議長は何の影響力もありませんでしたとも語っている。2015年に中国で行われた中国人民抗日戦争、世界反ファシズム戦争勝利70周年。 記念式典に出席したアウンサンスーチ以外の政治犯も釈放しており、メディアの自由化の促進、国民の人権を脅かす法律の廃止なども実施している。特に、ミャンマー最大の反政府武装組織カレン民族同盟と、停戦合意にこぎつけるなど、様々な改革を実行している。これらの改革は諸外国にも歓迎されており、これまで敵対的だった西側諸国との関係が、 改善している。2011年12月には、ヒラリー・クリントン国務長官が、2012年11月には、バラク・オバマ大統領がミャンマーを訪問している。2012年4月には、第4回日本、メコン地域諸国首脳会議に出席するため来日し、当時の野田義彦内閣総理大臣と会談している。2013年5月20日には、 ミャンマーの国家最高指導者としては1966年以来47年ぶりに訪米しホワイトハウスでバラク・オバマ大統領と首脳会談を行った心臓病のため心臓ペースメーカーを使用している2015年の毎日新聞の報道によるとミャンマーにおいては先生術と結びついた呪術に使われるのを避けるため定員繊維に限らず用心は 正確な誕生日を公表しないという記事では関係者への取材から実際にテインセインが生まれたのは1944年の可能性が高いと述べある先生術師は1944年5月の金曜日の生まれと明かしたと記載されているありがとうございます